磨かれ,れば今ほら、まだ人に見えられて数年だから。まあそうだね。今は M リーグを知ってもらう時期だから、うんうん、俺は結構萩原さんがうんうんうなってんのも、<laughs> 今じゃあ面白いし。<laughs> はい、そうね。まああれは個性だからね。うんうん、確かに面白いよ。面白いは面白いそう、女の子、可愛い女の子が、うん、なんか顔くしゃくしゃにして悩んでんのも、うんうん、俺はいいんじゃねえかと思うけど、うんまあ、やれって言われたらできんだよ、多分。 ああ、なるほどね。でも、エンターテインメントとして、あれはあれで、やっぱ、見てる側も面白い。面白いとだから、大井さんの表情なんて、結構、ネット M リーグでも。じゃ俺ね。紹介されてじゃネット M リーグやべえんだ、あれ。なんで練習の仕方が。俺、あれ、俺、あれ、顔芸やってねえから。やってるよ。やってないんだ。やってるって。じゃ俺、やってないんだよね。やってるやってる。じゃあ、さ、オリンピック見たって話なの。はいはい。マラソンとか、ゴールの瞬間、スッとしてる人いないでしょ。 みんなこうだよみんなこう俺42.195走ってんの打ってる時に同じだけカロリー消費してんの、うん、そうすると一生懸命な時って全員俺の顔になるの、はいうん、いやいやあの変顔とかじゃないのよ いや、変顔は変顔であるよ。ただ、その、なんだろう。あの、驚いたとき、あの、なんといつ落とししたときの、驚いたときとか、あれしばしうまかった。6面待ち、6面、あ、うまかったよ、あの解説は秀逸でしたね。6面待ち空振ったときの、あのもう、なんとも言えない所。しょ。あれマジ、あれマジ、柔道の決勝戦で負けた日本人選手みんなあの顔してるから。みんなあの顔いや、本当に、 じゃ、この勝負で、勝ったら、勝ったら1億円。負けたら首。だと思って見てほしいの。一試合一試合を。そしたら、あんな顔になるの。結構ね、M リーグで優勝したり、M リーグで頭角を表してトップ選手になるって、その後の派生する仕事も考えたら、それこそ何億だよ。そうね。確かそれこそ。この6年間で。そう考えたら、 あの顔になる。<laughs> なってない奴は危機感が足りない。<laughs> これは本当に、ねうん。汗かいてんだって。で、ヒサトみたいなさ、うん、淡々としてる奴が、うん、俺がね、うん、逆転って入ってるときに、うんはい、何分も待ち上がって、調合 <laughs> しやがって。あんなヒサトは本当に後にも先にもないんだろうね。あれでもだから、 シャトでもああなっちゃうっていうぐらいなものなんだよ。うんうん、まあそうね。うん、でも、うん、結局そのシーンとか、うん、大井さんがね、うん、何と一切りされた時とか、六面マジ上がれなかった時、うん、その記憶って残ってるわけよ。うん、そういうことだよ。そういうことなんだよね。<laughs> ううねエンターテインメントとして。てそう。 そうなんだよ。だから派手な上がりよりもそんなの方が。100万の回数とか誰が国士上がったとか覚えてないもん。もう。そうだよね。でも、俺の、その、ま、石橋のおかげ、石橋ありがとう。石橋飯おってやったもん。あれ。いい解説だ、あれ。あれは素晴らしかった。天才だよね。ね、あれは素晴らしかった。あれだけで石橋は本来一つの芸で、もう飯が食えるようになったらいい世界だよね。ああ、そうだね。確かにね。本当は、あれも芸だもん。 そうだよね。上手だった。石橋の解説面白いよね。あれ,あれ面白かった、うん。ちょっとそれで一応出すんですけど、はいはい、こちらですね、えー。ネット M リーグ、<お>ジャイのメという僕がやってる、まあ M リーガーの、まあ、技とかプレイ、スーパープレイなんかを紹介するコーナーがあるんですけれども、うん、それをまとめた本が9月の20日に、 発売されれるのででこ全年間そうなんですよ48曲あの大井さんのあれも載ってますけどよく俺を選んだねでこの時に僕覚えてるんですけどこの時「ジャイの目」をテレ朝のスタジオでやった時にゲストで大井さん来てたんですよそれでジャイの目紹介した後に大井さんが「ジャイ全くその通りです」みたいなことを言ってくれてすごい救われたというか。 あのね、基本、普通こういうのをやるときって、あの、芸能人の方こういう本出したり、M リーガーの何かピックアップするときに、M リーガーに確認して、あの時どう思ったのとか確認してから、やるのに、じゃあそれしないよね。基本的にはしたくないって、ただね、過去に、2、3回だけ確認したことがあるから、あの、一応、間違ってたら、あ、嫌だなっていうところで、 したらまあまああもっと深く考えてる人もいるしここまで考えてないっていう人もまあまああるんだけどでもこれはねやってて面白いしもうなんだろうねあの今まで書いた本の中で僕はまあ8冊ぐらい書いてるけど一番楽だったあの最終的にはねただ結局要は6年間これをやってる時の積み重ねのおかげで本を出すのは楽だった。これ人ってさ 結構偏ってさ、このジャイの目に扱いやすい人とかさ、うん、出るよねこれがもう本当に僕、人で選んでないですよ。忖度なしなんだ。忖度なしでプレイだけで選んでるので、うん、あんまし、誰を選んだか、うん、過去に、うん、を考えないようにしてる。だから、2週連続とかあっても、でも、それって仕方がないことだよ。うんうん、もうこの人のプレイが良かったんだから、うんうん。すげえことに気づいたよ。おー何、何 あの多分ジャイは今きあんまり気づいてなかったと思うんだけど、はいはい、太郎が5個もあるあーやっぱそうなんだ <laughs> やっぱそうなんだいやでもねそれも俺分かってねだからだ1回もやってない人っていう人も分からないで朝倉行進とか朝倉石橋朝倉あ最初朝倉多かったイメージ朝、ね、倉が最初に 3, 3回来ちゃってるね、はい、結構ねそう、うん、技とか使うタイプじゃ朝倉ちなみに滝沢3連続もやっちゃってるのよ 252627で,で。さっき、もし誰が3回連続とかになっても、うん、しょうがないですねでもやっちゃってもよ。俺、それでも気づいてないもん。滝沢3回連続。あ、そうなんだ。うん、これもでも本当にたまたまで、もう、ただ、 その、ジャイの面をやる感覚で、うん、一応候補をいくつか集めて、うんうん、で、その中で、まあ、どれが一番視聴者に伝わりやすいかなとか、うん、一番見てて気持ちがいいかなとか、まあ、それを考えて、だから、要は、没になったあれもあるのよ。もう結局、なるほどね、今は月1だから、うん、月に1回しかできないから、うん、まあ、それ1個選ぶしかないっていうのがあるんで。一応、その没になった中から、3つ、その初おろしで載せてるのもあるんで。あそうなんだはい。へえー。 あるんですよ本当だ初初公公開開だだから澤崎さん澤崎さんのはいえ浅見さんもあるしで岡田さんっていうだからでもなんかここで澤崎さん出せたのなんかはよかったなまあこれももちろん偶然なんだけど過去の見返してどれがいいかなと思った時にあこの澤崎さんいいなと思って。いいね確かに。 すごいね。これでもできるのさこれかけるのって多分じゃいぐらいだよもう本当に,本当にありがたいことにも本当にあに人の運どしでいや、どちらもこれで宣伝になるしあでも本当にね、うん、これはねため、うん、になると思う、うん、で多分過去にあんましこのパターンの本ってないですもんねなんか戦略本とかそういうもの<い>これもう全部例になるんで なんか昔プロ野球が10倍楽しく見るみたいな本があってあ、うん、それをなんか読んだことあって、うん、これで M リーグがね、うん、10倍楽しくなってくれりゃ嬉しいなでもなると思う、うん、チャンネル登録高評価よろししくお願いしますこっちの動画も見てね